お知らせの間にスタジオでもなんかいろいろ意見が交わされておりましたマリさんなんか分かんないでしょ、分かる？いや、あの赤鬼とあの青鬼で、うん、やっぱり怖い鬼と怖くない鬼っているから、もしかしたら3番かなと思うんですけど、こう言っております。世界をどうぞ。元祖團十郎がはじめ二代目が完成したという歌舞伎独特の化粧、熊取り。熊取りは歌舞伎役者一人一人が創意と工夫を持って行うもので、これ自体が役者の演技の一つといえるものである。この熊取りには色を使うことに大きな決まりがある。真っ赤なね、赤でこう描いた熊、これはあのたくさんこう太い色をたくさん描けば描くほど強いってこと、それから繊維であるということね。で逆にその藍熊といいましてね、藍色、青ですね、青でこう熊を取りますと、まあ、見てもそう感じると思うんだけども、陰険邪悪なね、大悪党の層なんですよ。今でなんていうの、巨悪ですか。でそういうふうに赤は繊維で強いと、藍熊は邪悪であるという、そんなふうに非常にこうパターンとしてはっきり分かるわけですね。熊取りを用いた市川團十郎家の芸である荒事と、しばらくこの主人公鎌倉権五郎影山さが着る衣装は横幅が3メートル40もあり、身長は2メートル20にも達する。背を高くしているのは継ぎ足と呼ばれる履物を履いているからで、平均的な日本人と比べてみるとその大きさに驚かされる。歌舞伎300年、その歴史はこうしたさまざまな創意と工夫によって築かれてきたのである。マリさんのご推測通り、これですね、役の善悪をこの熊取りでもって表している。であちらに、はい、そのしばらくの衣装ですけれども、あれは着ると横が3メートル40センチ、縦は2メートル20センチにもなります。重労働だよね、あれ着てお芝居するんだから。動くだけでもものすごく汗かきますね。まあというようなことでございまして、さあそれじゃあ團十郎さんを続けましょうか。次は2代目3代目です、はい、2代目3代目團十郎さんご紹介いたします。宝永元年7月、元祖團十郎の非業の死によって彼の長男九蔵が17歳で2代目市川團十郎を襲名する。襲名披露は華やかなものだったが、以後元祖團十郎という偉大な後ろ盾を失った2代目に役者たちの風当たりは冷たかった。元祖團十郎を恨んでいた役者たちの多くは2代目と一緒に舞台に出ることを拒み、2代目にろくな役が回ってくることはなかったのである。尼となっていた母の栄光にはそんな手の裏を返した役者たちの態度を悔しがり、二代目にその方が百両取りの役者になるまでは見物すまじと励ます手紙を書き送るのだった。だが元祖團十郎によって厳しく鍛えられた二代目の芸はやがて開花の時を迎える。彼は自らが作り上げた舞台スケロクで江戸っ子たちの大喝采を浴びるのである。春爛漫の吉原を舞台に、粋な黒の小袖に紫の鉢巻きで侍相手に威勢の良い短歌を切る花川戸助六。助六さん、おーたり。まさに胸のすくような痛快活劇、それが二代目が演じた助六だった。この助六によって二代目の人気は群を抜き、彼は年に千両の出演料を稼ぐ、いわゆる千両役者となったのである。28歳の時であった。それから12年後、40歳になった二代目は自らは父の幼名海老蔵を名乗り、養子にしていた弟子の子市川増五郎に團十郎の名を譲る。こうして江戸っ子の喝采の中で三代目市川團十郎が誕生するのである。だが
多くの期待のうちに誕生した3代目の舞台はあまりに短かった。彼は22歳の時大阪の舞台で病に倒れ、江戸に帰って間もなくその短い生涯を終えるのである。二代目が三代目の田向けに読んだ句が残っている。梅散るや三年凍ったキリギリス、以後10年以上團十郎の名を継ぐ者は現れなかった。これが二代目三代目で、森さん助六ちゃん二代目なんだそうです。もう二代目からなさってる。そうだ、古い芸なんです。あれあんな豪華絢爛でございましたね。はあ、出して、まあ、助六さんに今日来ていただきましたけどね、ちょっと下からこの色使いを見ていただきたいと思います。黄色ですよ、タビ、へえ、ね、で白赤黒でしょ、でずっと着て紫ですよね、頭が華やかですね。もうこれ以上派手になれないってぐらいの本当にね。どうですか東山、これ美しいですよね。え、美しいです、美しい、この色使いを発想したりとか、うん、このまあ、傘もそうですけど、後ろを見ますとね、あ、尺八があそこに、うん、いいですね、こういうことになる。だから江戸の人たちの遊び心って言いますかね、面白いと思うんですがね。これやっぱりだから筒井さん、なんかこう文化としては非常にいい時代だったんでしょうね。こういう知恵がどんどん出てくるってことが、ね、あの好かれそうなことを全部この集約させたりしてるわけです、ね、そうです、いいですね。はい、どうもありがとうございました。さて、それではまた皆様にはクイズでございますが、ちょっとあちらをご覧ください。歌舞伎の役者さんの名前を書くこの字、非常に特徴がある字、これ鑑定流というんだそうでございます。さあ、そこで問題でございます、はい、この鑑定流の文字に込められた願いとは次のうちどれでしょう。1番、興行が円満に行くことを願う。2番、客の大入りを願う。3番、演技が上達することを願う。この3つのうちどれでしょう。